ハライチの岩井ゆきです。サービューです。今時間 TBS ラジオから全国15局ネットでハライチのタワーンをお送りしております。はい。ちょっと特番のなんかロケにね、はい、行ってきたんですよね。はい,はいはいはい。ロケ自体も珍しいですから私なんかはそんな行かないね。まあほとんど行かないっすね。う,ん、うん、もう屋内芸人ですからね、完全なるね。うんうん、うん。もうでも、たまにロケのオファー来た時は、うん、本当に、 いじりじゃねえかなって思っちゃうんだよね、ほんとに。そんな奴に、ロケのオファーをもこして。いかにこいつがロケできないかっていうのを、スタジオ MC 芸人が、いや、もっと行動するとかあるだろって。あるやろって。もっと引き出しやっていうふうにね。それ、要因い。じるためのキャスティングなんじゃないかって。思いながらロケやっちゃうからね。結局。マイナスですね、そのマイナス思考ですね。ほんとって。うん。俺全然ロケ行ったことないですよっていう。 これ言うとこから俺、いつも始めてるから。で、だってもう、本当に、ロケ、なんかさ、ロケなんか、俺以外だったら誰でもいいじゃん。まあ、そうね。だから、由みたいな屋内外に何人かやっぱいるよね。いるけど。それ以外だったら、もう誰でもいいよ。別にね。本当に。うん。結構できんだから、基本はみんな。そうよ。そう。そうそう。でも俺はもうそこのパラメーターがへっこんじゃってるからね、本当に。 でもなんかそこのプロデューサーが、な、初めて作った番組で、なんか岩井さんをやってもらいたいんですって、いうことだったらしいから。特<う>、うん、番で、うん。じゃあもうやろうということになったんだけど、<う>いざこう、打ち合わせに行ったんですよ。そしたら、もうなんか来たこのディレクターがもう、その、すごくてさ、うん、あの、いや、いい岩井さんと、エッセー読みましたっつって、うん、面白いんだな、ちょっと先生みたいな。<laughs> はいはい,は,いはいはい。あの岩井さんのロイス星の中のあの毒。うん、あれちょっとロケ出してもらいたいんですよ。岩井さんのこのね、あの切り口でちょっとバンバンやっちゃってください。タイムスリップしてきたのかこの感じのディレクター。ああ いや、すごいよ。なんかタイムスリップ。なんか、40半ばか50ぐらいの人がね。で、この、またジーンズにスタジアンスタイルああな感じちょっとやっぱ人昔前のこのいわゆる。なんか、素人いるんですけど、バンバンもういじっちゃっていいんだよって。あ本当 楽しみしてますんだよ、つって。もう、岩井さんのところ、毒もう、いっちゃいれちゃってください、つって。いやいや、いいんですけど、別に、いいんですけど。これ数日前の話ですよね。早い、早い、大丈夫ですか言わずに嫌いな気がす言わずにいすぎる気がする。しかもさ、打ち合わせがそれで終わったんだよね。その、イケイケな感じで。俺ちょっとやっぱ、そのロケ行くのちょっと不安だなってなんか思っちゃって。まあ、そうだね。このタイプのディレクターが、俺みたいなタイプの芸人好きなわけないじゃないでいや確かにね。うん。そうね。そう。 やっぱ、ああいうタイプのディレクターが好きなのって、なんだろ、この、関東で言うと、ダブルエンジンさんとかさ、ああいうぐらいの、いや、わかる、まあ、わかるでしょなんか。それこそ、河合さんとかは、そチャンさんとかはもう、ロケめちゃくちゃうまい。行きまくってるからね。で、俺はもう、西だと、イメージだけど、 スマイルス。スマイルさん。あスマイルさんね。ううえーね。ああ、いや、行きまくってると思うよ。あの辺、ああいう感じのディレクターと仲良さそうな全然知らないけどね。うん。そんなイメージね。勝手なイメージね。岩井のイメージね。そう。うん。でも、そのディレクター、なんか、その、このタイプのディレクターはね、裏ではこの二組のことを、あいつらあそこがめなんだなーって、なんかあの、言って、え あの、自分の知り合いとかに。自分はこのクラスの芸人には上からダメ出しできるクラスですっていうのを、なんとなく友達とかにアピールしてるタイプの。ああ。なんとなくそれはわかる。このタイプの人ね。この人とかってことじゃなくて。注意したいとこだが。なんとなくわかるな。そう。うん。で、当日なったわけですよ。 で、ロケ車にいたら来てさ、そのディレクターが、やっちゃってください、ちょっとエッセイの。やっちゃってください。毒の感じで。エッセイの毒の感じでエッセイ読んでるって言えば俺が喜ぶって思って。まあ、そまあね。それもあるだろうね。そんで俺エッセイに毒そんな入れてないなって。なんかそうだよね。最初の前書きには、ふんだんに入れてんの俺は。で、それ以降ほぼ入れてないんですけど。 前楽器しか読んでないじゃないかなって。<laughs> 雰囲気だけど。一週<あ>まあ一週仕事するから。<う>前楽器だけ読んでこういうエッセイか、みたいな。<laughs> 前編こうだろ、つってああ。そう。そんな書いてないけどなとか思いながら。うん、で、ロケ始まったんですよ。 で、だから素人の人となんか一緒に回るロケでさ。で、もう最初に俺さ、あの、だからその人の依頼を、なんか聞くみたいな感じだったんだけど、なんか、ごめんね、俺でつって、あの、本当に、あの、ロケなんか全く行かないのよ、俺とか言ったら、ディレクターがまたその、くくくくくクっつって。そうだろうん。わかるあのさ、横向いて腕の内側で口を押さえながら笑うタイプの。 ああ、いる。うん、うん。なんか、絵本とかから出てきたん <laughs> ないわ、そんな絵本。<laughs> 昔の文献から出てきたのか <laughs> 本当にさ。<laughs> ああ、すごいね。ちょっと、で、なんか俺が毒入ったら、うんうん、ち,ちょっと、<laughs> 岩井さんが番組潰そうとしてる。<laughs> <laughs> いや、マイク入るぐらいの。笑ってくれてんだから。マイク入るぐらいのよ。 いいぞ受けてんだから。うん。で、この、自分が思い浮かんだ、そのリィレタが思い浮かんだ素人へのいじりとかを、もうなんか、撮してんのに、バッと俺の横に入ってきてさ、耳元でカササって言うんだよ。はいはいはい。いや、それも素人から見えてて、素人の方から全然見えてる。もう、画角に入っちゃってるから。 そう言われたやつ俺は言うわけじゃん、素人に。うんうん、俺、これどう思われんのこの人にって <laughs>。あんまよろしくはないんだよね。ああたまーにいるんだよね、そ,<う>それやるのね。俺はどう思われちゃってもいいと思ってんのただ、まあ、それこそ本当にロボットみたいなね。そうそうそう。ことになるわけだからね、その人俺の言ったやつを言ってるよって。ことじゃん、<laughs> なんかああ。俺が今言わしたんだよって。こと、うん、だよ。これは <laughs>。 で、くたくたのカンペ持ってんだけど。クタくたくたのカンペを。カンペにばーっと指示書くんだけど。もう本当に、あの、読めないの全く字が。あうん。荒いで。ぐちゃった。うん。それもあるね。なんか、芸人がこういうディレクターをいじるの一回も聞いたことありませんかって。さすがに耳に届いてませんって。うてなんか結構言ってるの俺聞いたことあるんですけど。うん。うん。 <laughs> 届いて一回は届きませんでしたって。うんああ。で、もうさ、だから台本に書いてあることは全部やろうとするタイプの人。あ,あ、でも、なんかそう、いろんなタイプのが混ざってんな、その人は。うん。あ、はあ。でも、いや、もうこの質問、台本にあったけど、この質問はもう流れで絶対違うでしょっていうのも、うん、台本にあるやつだから、カンペでバーって出してさ、うん、ずっとなんか、カラカラカラな <laughs> <laughs> って。うん。 で、もう、そんなロケが。まあまあ、だってベテランの方ってことだよね。4時間ぐらいやったから、ずっとそうな感じで。で、もう一人素人出てきて、この人なんかちょっともうすぐ喋るからもう喋らせてこの感じの軸でいきましょうとか、すげえ笑ってその笑い方。で、も終わる時も、ありがとうございましたさすが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 って やっぱ、こういうディレクターって、ロケにはいるんだなと思って。うんうん、やっぱ、ロケ芸人ってすごいなって <laughs>。<laughs> 改めてね。うん、いや、確かにね。思ったね。いや、いや俺、親しく相手してないもん、そういう人。<ー> で、だからこう、たまにさ、いわゆるとかそういうちょっと屋内型芸人がさ、日の光浴びて、こう、外に出てきたときに、そういう人と出会っちゃうと、そう。より引きこもっちゃうよね。そうだよ。で、屋内に持ち帰ってこれを言うんだから。今こうして、屋内の、そうだよ。この、密室で、うん。当て自宅に入ってきて、言うんだから、俺たち。そうね。うん。これはちょっと言いずめでもちょっとまだ、早いな。すい、い、い、 ハラミンチョータン、はい、ちょっとそろそろお別れのお時間です。TBS ラジオクラウドという音声配信サービスでアフタートークを配信しています。TBS ラジオのホームページから見つけてください。配信はこの後深夜3時ぐらいになります。はい、そのまだ会う可能性あるわけでしょ岩屋さんもだって。会うかな <laughs> どうする<え> <laughs> これだけ届いてる可能性もあるじゃないそのん、いつも。この今までのディレクターいじり芸人がしてるやつは、うん 聞いてなかったかもしれないけど話のターンだけその人の耳に入る可能性もあるわけですねそうなったらもう本当にただただ俺が気まずい思いする気まずい思いしてもうロケは行かないようにしようと思うだけよりより閉じこもるだけかそうかすごいねあれいないっすかだからま なかなかでもえ四4十5 0代そんぐらいだよな大体それで台本に書いてあること全部やろうとするっていうのはなかなかですけどね、うん、大体こう経験してってそこはこうねちょっとや、うん、なくなってくるんだけどねなんだろうな、うん、でもその人あれなのかなもう別にこれ聞いてても、うん、多分あれなんだろうね次会った時は、うん、話してくれてましたねってなんだろうね なると思うよ。ね、で、うんい、岩井の苦い顔だね。うん、多分ね。そう。あれですって。うんなな。俺に毒が入ってるじゃないですか。<laughs> あの、すいません。<laughs> あの、<laughs> 俺に来ちゃってんじゃないですか、毒。ちょっと。ちょっと勘弁してください。一個、一個いいですかね。はい、はい。 それ好きな芸人いますおっとっと怖い怖い怖い <laughs> 危ない危ない今、今、今やれって言ってないですよ本番 <laughs> 始まりますんで取っといてくださいよ、ね、<laughs> ああお前、絡んでんな、そういう人にく。<laughs> そういう人に当たってんのかよ。そういう人にはやっぱ、やっぱロケ芸人というか、うん、そう。大半の芸人はそういう人と当たってるからね。うそう、やっぱり。岩井さんが回数やっぱ少なかったんだね。体勢が <laughs>。そうね。ちょっと。 できてなかったっ。でも若手の頃はいたっちゃいたよな。ああ、コンビでロケ行ってるときはあ、うんな、ある程度会ってはいるよね。やっぱ如実に俺が嫌そうな顔するから、うん、自然とやっぱ俺はロケに行かなくなってたよね。 それこそ俺はコンビで本当に初めてぐらいのロケ。ね。お昼の番組で。ずっと行ってた時の初めて、本当に初めてこう、ちゃんとロケして、みたいなで、そこの初めてこう、触れ合うディレクターさんの。あの人めちゃくちゃ回すんだよね。そう。めちゃくちゃ長回しでもそれ、それ系だけど、俺別にあの人は別に嫌いじゃないのよ。うんうんうん。 ま、そんな嫌いな感じは出てなかったね。岩井ちゃんはんって。うん。俺のこと。岩井ちゃんって言ってさ、沢ちゃんと。沢ちゃんね。でも嫌な人じゃねえんだよね。嫌な人じゃない。いい人なんだよね、めちゃくちゃね。だけど。ただ、長いっていう。よし、じゃあ、行っちゃおうか、みたいな感じでさ。で、また、これ長回しして。で、さ、こう、最後止めるとき。止めるときを、止める直前にこうやって腕をなんか振り出して。そうそう。で、 パチンって「はい OK!」っつってね指をパチンって鳴らしてさそれも一般の人のとこに行くみたいなロケだったんだよねずっと「はい OK!」っつってその一般の人の方行っても肩を抱くようにね「ありがとうございました」そうですねんかそのんかねんかその人でもすごいいい人だったんだよなうん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 そう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 別にいい人あったんだけど ほんと多分15分ぐらいの VTR を2日ぐらい回してたよねテープ何本いやマジでカメラマンがビビってたもんねそうそうそういやもう何本目っすようんそうやなでだんだんカメラさんとかがイライラしてきちゃうねそうマジすぎろいつまで撮るんだみたいなでやっぱ空気が悪くなってくるともうちょっとだけもうちょっとだけみたいなうん あれででもこの長いロケみたいな体制はできたなできたな、うん、ありがたいねんなんかよくなんか池崎とかもさ「うん、俺はロケの方がいいわ」って言うわけああ言う、うん、言ってるわうん、うん、絶対スタジオの方がよくないって俺は思っちゃう <laughs> そうね、うん、いつ終わるか分かんないじゃんロケってうん分か、うんないそういうロケそうねロケっていつ終わるか分かんないよね、うん でもなんかスケジュールが書いてあの。なんとなくね。しかも、希望のスケジュールみたいなのが書いてあんそう。あるね。あの、本当に、この時間でこうやってスケジュールが整って終わったらいいなっていうのが書いてあるの。そう。そうね。願望が。そう。願望書いてあんだ。うん。願望書いてんだね、スタッフさんの。スムーズに。1時間ぐらい、 押しても、うん、特になんとも思ってないもんね。まあね、1時間ぐらいやったよね。うん。うん、全然、それこそ、ナイトスクープとか、全然その、とも、急に止まりになるとかあるからね。えそう,そうそう。まだあんのそれ。それあるよ、それゃ。通すんだよ、お前、それ。聞いてませんよって言わないのいやいや、それこそ終わりなんて、こう、ないから。解決させないと終わんないから。どういうモチベーションでやってんの 解決さすぞ。探偵じゃん。<laughs> 探偵だっつってて、だからそりゃ。そう。いや、それわかんないわ、なんか。ってなると、だから。どうやって集中力持たしてんのあのもうでも解決。解決。<うん S 2> とにかく。とにもかくにも。もう <ん S 2> そこに向かってるっていうことやだ,だから。う<ー>ん。依頼者の人も。なるほど。いや、でも何時までは、うん。だから、頑張ろうとか思えるじゃん。だって。さすがあまあね。うん。 でもなんかいろいろな依頼者の人も一生に一回だぞこんなテレビ出てこれで解決しなかったらかわいそうだって気持ちを奮い立たせるしかないですそれはね時間をさあ上げてんですよ向こう側に、うんうん、それをなんかさ何て言うの人生を奪わってくるじゃんなんか <laughs> 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 いやそんなそんなことはまあ仕事だしねいや仕事だと言うんであれば、うん、時間内に収めた方がいいんじゃないですかって <laughs> でもその伸びるのもある程度は言ってくれてるでしょまあいやーわかんない今まで過去のロケでわかんないですもしかしたら押すかもしれませんみたいないやいっつも思うのよ、うん、これ5時間のロケを5時間 5時間で終わるかなって思いながら5時間って言っとくのと6時間になった時に嫌な気持ちになるじゃん嫌な気持ちになるね7時間って言っとけよって最初からなんでなんでなんだろうねなんで一回なんか7時間って言っといて5時間で終わった日にはおわーってやったってでももともと5時間だったこれ何なの 聞い,といてロケのやつらに <laughs> <laughs> どこに聞けば答えてんのそれロケのいるのロケのロケ協会会長みたいな人 <laughs> 誰に聞けばいいんだよそれ二分化されてるっしょえロケに行くああそうねテレビとロケに行かないテレビの人たち、うん んと池崎さんとか尾形、うん、さんとかさ、うん、あの辺はもう行きまくってるからねうんロッケーねすごいらしいそれこそ今天竺の瀬下さんとかさもう無人と行きまくってるからね、うん、会えないんだよ家族にそんなうん漁師だほんとにだから <laughs> <laughs> も一1年ぐらいかけてマグロ漁師みたいなもうバーって出てえマジでなかなか瀬下さんなかなか帰ってこない <laughs> まあそれはそんなずっと行きっぱなしじゃないけど <laughs>、うん、やっぱりめちゃくちゃ忙しい大変らしいよ<ー>ロケが何もできないで何もしないのかそういう人たちは。 あ,あ、でも、いや、それこそ、ノブさんね。千鳥、うん、のノブさん、そう、ゴルフ、セシャさんめちゃくちゃ上手いから、うん、ゴルフとかずっと一緒に行ってて、今もう誘っても、うん、もう全然既読にならないって、ラインが、セシャさん。うん、ずっと無人島 <laughs> 電波が届かない。<laughs> ずっと<ー>。だし、携帯もまあ、手元にないだろうし、ずっと無人と行ってから。そう。なんか、本末、転倒な気がしなくもないな。でも、まあ、こう、みんなそういう人たちはやっぱ好きだね、ロケね。好きだよね。そう。 じゃなないいとやっぱできないねで結局さ、うん、なんか紆余曲折あっても、うん、好きな方に行くんだろうなそういうことだね、うん、確かにそう俺にはこれしかないっつってこうなんかなってくけど好きなんだねそもそもがやっぱ本当にロケに行くとやっぱよりスタジオ好きになるもんねああいいいい いいことでもそうだね多分ね次のスタジオ頑張るよね次のスタジオ楽しいってなるそうねこれこれってなるしあれとかな言ったら二階堂君のキスマイのさロケとかすごかったいやきつかったよねキスマイラーニングだっけキス浜マ濱口さんとね一緒にやってたやつキス浜マラーニングかあったよあれはあれな30分番組を1 1日 何十時間回してたよねいやすごかったよねそうそれこそんかこう帰れ待てんじゃないけど帰れ待てんだったなあれそうそう同じあれなんだっけねスタッフさんとかそれこそランキング当てるまで本当に帰れないみたいなねそうえってこれジャニーズえっってあれよくやってたねって二階堂君にそれこそ言ったら いややっぱあれがもう初めてのロケというかちゃんとグループでやった仕事だったからもうあれ基準なんで全然もうそういうもんだと思って <laughs> そういうもんだと思ってそういうもんだと思わせられたんだよね。<laughs> それもすごいよねだから全然今もう二階堂君だから適正ながあったの、うん、俺だってすごい長回しのロケを一番最初にやってるにもかかわらずこうなってるわけだから、ね、そうねキツマイの中でも俺タイプのやつはいると思うんだよね 前のめりだったよな。前のめりだった。ねでもなんか、ほんと申し訳ないけど、うん、キスマイと、浜口さんとハライチで何時間もロケやって、うん、ちょいギレしてんの俺だけだったもんね。<laughs> 長いし、<う>体しんどいのとかもあったしな。<う>重いもの持つとか。う。うん、偉いもんでそうだったな。うん、まあ俺もちょっとイラッとしてたけどね。 でもまあ、岩井。藤ヶ谷くんとかさ、まあまあまあ、みたいな。そう。やりましょうやりましょう。うん。うん。本当いや、これだからさ、これこういうことじゃないみたいな。ずっとそうそう。めちゃくちゃ前のめりなんだよね。なんか普通に考えてんのよ。そう、引く、引く瞬間がないんだよな。なん、なんか、ガチだよね。うん。そこで育ってる。本当にこれ、 何時間も何十時時間間もも撮ってるって視聴者持ってますかって思っちゃうね,、うん、<laughs> あ,ねああねでもまあ出てたのかなあの番組はほにしんどかったから顔とかね出てただのテンションにね「レッツゴー!」でしたっけ <laughs>